スルタンムハンマド・バダルディン2世国際空港はインドネシアスマトラ島の南スマトラ州パレンバンにある国際空港である。当空港はパレンバンの市中心部から約 15km 北西の位置にある。パレンバンの最後のスルタンであるムハンマド・バダルディンにちなんで名付けられた。旅客ターミナルビルは一つで国内線本コースと国際線本コースに分かれている。 1938年までパレンバンにはタロング別津村に無線や着陸用のケ器など標準装備を備えた民間の空港が存在した。1942年から1943年に占領中の日本軍によって再建された。1963年7月15日民間機と軍事機が共用する空港となった。1985年4月3日より 空港の名前は、スルタンムハンマド・バダルディン2世国際空港と改められた。1991年4月1日、当空港は、マネージメント・オブ・ペルム・アンコサ・プラ2によって、管理されるようになった。1992年1月2日からは、マネージメント・ペルム・アンコサ・プラ2は再編され、PT ・アンコサ・プラ2となった。 インドネシアの体育大会ペカン・オラフラがナショナルの2004年大会が南スマトラ州にて開催された際、政府は東空港の規模を国際空港と同程度に拡大するよう求めた。新ターミナルは2005年9月27日に完成した。ありがとうございます。